そんな恐ろしいものがあったら怖いよ、あったら怖い、あったら怖い、あったら怖い。セレナーデ着信拒否をする消防署、粉末の目薬、ここから剥がしてくださいと書いてあるかさぶた、混ぜるな危険と書いてある納豆、1500万円もするメルセデス便器、本マグロの踊り食い、袋閉じ付きの保険の教科書、千手観音の往復便だ、結婚式の出欠のハガキに次回は必ず参加させていただきますと書いて送るやつ、お年寄り付き年賀ハガキ、舌を入れてくるペットボトル、あったら怖い、あったら怖い、セルフサービスの手術。次は大人の時間よ。壊れちゃうという興奮、という次回の念を込めて、あーダメー、もうすぐ32って言ったらもう59ですわこのままいくと80になってもこんなやってるんちゃうの、ダメー、やめ、お風呂入ってないからダメーというホームレスのおっちゃん